いやーね、やっぱ特に受験生だとこの時期だとさ、もうね、秋だとさ、こう不安だからやりたくなっちゃう。ぼーっとしちゃって、暗記ものなんか特に、参考書見てるだけの気持ち悪くなったり。武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ、早もいですう。あっね。という間ですもうこね。の時期だと、こう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ、間に合わせるしかないよそうですね。ね。やっぱり今までやってきたことを信じて、こう地道にやることが一番伸びると思うんで。はい。まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、まあ、相談してもらえればということで、はい。そんな受験生の悩みに答えるこの番組は、受験相談 SOS。皆先生。はい、今回の質問は何ですか？はい、今回の質問は、体調が悪い時って少しでも勉強した方がいいですか？それとも休んだ方がいいですか？なるほど。はい。いやーね、やっぱ特に受験生だとこの時期だとさ、もうね、秋だとさ、こう不安だからやりたくなっちゃうとは思うんですけど、皆さんちなみにこういう時ってどうします？寝てます。休んで。休みます。休んじゃいますね、私は。やってもちょっと体がついていかないっていなるほど、なるう、ほど。頭もあんまついていかない、ぼやーっとしちゃってついていかないっていうことがあるんで、休んじゃいます、私は。なるほど、はなるい。ほど。どうでしょうか、中森先生。自分も休みます。休むっていうか、全力で治します。治すことに全力を尽くすっていうふうに考える方ですね。要は、これはまあ、考え方次第かなとも思うとかもあるんだけど、ただ基本的に体調悪い時に勉強しても頭に入らないだろうなってはまず思ってるんですよね。で、無理して長引いたらその方が被害がでかいと思ってるんで、今基本的にもう風邪ひいたなって思ったら、もう一日そこから動かないみたいな。基本動かないでずっと体力回復に努めるみたいな。で、全力で治して遅れを取り戻すみたいな。そうですね、私もそうですね、やっぱり治ってからやればいい、治らないうちは安静にしておいた方がいいと私もそう思ってます。もうなんか気合でねじ伏せられる人ならやってもいいのかもしれないけど、まあ、得てしてさ、体調悪い時にやる勉強って、まあ入ってないですよね。そうなんですよ。ぼーっとしちゃって、暗記ものなんか特に、参考書見てるだけの気持ち悪くなったりしてましたよ、私。そう、だから体調を治すことをもう受験勉強だと思って治すことに注力した方がいいんじゃないのかなっていう、そこに全力使って治した方がいいんじゃないかなと自分は思いますね。私もそう思います。まあ、体調崩さないのが一番いいとは思うんだけどね、もちろん。だけど、崩しちゃった時に無理して長引くっていうのが、まあ、一番最悪かなとは思うんで、不安になっちゃうかもしれないけど、俺は全力で治すぞみたいな。全力で直す。そう、治すことに全力を注ぐって考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますね。体調管理もね、気をつけてください。今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。